逃げてるよ。あれか。上がり火まで戻ったら勝ちやねんから。戻ろ。ここで死ぬのはやめて。もう、もう一生、一生のお願いや。なんか変なところで死ぬのはやめて。下かんで。下かんで。に囲まれたらやめてや。大ちゃん、ちょっとスタミナ回復のやつあるから。前と攻撃回数全然違うでしょ。いや落ちそうやったからさ。落ちたか。あ、めっちゃ戻ってきた。やばい。あ、これ死ぬ。とりあえず左に逃げる。これも最下層行った。ここや、ここが。あ、無理やった、相手が。下かそ行った。下かそ行った。じゃあ、まあ、ここ、うん、ここは戻る順路まで教えたって、ここまで。まあ、とりあえず。あれやろ。犬たなってきたわ。あまりにもしんどい。この大ちゃんの状況は。あれ、どっちやったっけ。敵にパウトル。こっち？多分。はしごすぐ登れるところ。そこ階段。あ、行き過ぎ。そこ。え？階段じゃなくてはしごやる。まずパズドラやりながらやるなって。だったら、キックしてもらう。こっち？か。そうです。落ちないで。初業を最4人に対してめっちゃ頑張ってんのに。なんで踏まれんねん。挟んでこうやって敵運んでましたけど。大ちゃん、大ちゃん、逃げろ。あかん、逃げろ。反対やって。そう。そういうのいいよ。危ないよ。そう。ゆっくりゆっくり、そいつを無視して、はい、オッケー。そいつを無視して。はい、そう。まだ階段渡る？階段渡らんでいいんちゃう？ちょっと渡らんとかな。上に戻らな。あ、なんか死んだ。誰か落ちた。うん。まだ落ちた。めちゃあれやんけ。ソウルめっちゃ取得できる。あ、そこやった。よし、帰ってきた。やっと戻れた。なんかアイテム買っとく？もかもんないやろ。あ、おらんし。おらへん。こっからもうマップがいらん感じ。いや。大ちゃんが死ぬ可能性も考えたら、かがり火が。俺寝てもいいかな。
寝てもいいかな。俺リアクション係だ。もつにね、任しといてな。ラケットに勉強するってゼロや。勉強するってゼロやからいい。大ちゃん、かがり火の場所覚えてる。うん。お、着いたよ、かがり火。そのかがり火が最初のところまでまた、どこやったっけ、さっきかがり火って。かがり火だよ。ここか。え、そこか。違うやろ。ここ、不死骸の仮装。あ、てか、ないちゃん、ちゃんと行けてるの。ちょまた罠のとこ行こうとしたやり、いや、してない、してない、右にグーってやったら愛したけど、お前大ちゃん罠好きやわ。だからしてないって。ワームいっぱい汚れとこ通った。うん、またワームの罠引っかかろうとしたか。ワームちゃうわ、スライムか。いや大ちゃん、出るよ。いや大ちゃん、なんでそこで戦闘しようと思ったんや大ちゃん。犬からはさすがに逃げられないかなと思って。首をボーンって飛ばすの。パリじゃなくて攻撃やから。なんか嫌の階段の なんだその指示。まあ普通に言ってもらう。というわけであれやん、鍛冶屋とかも行ったな。鍛冶屋、鍛冶屋、鍛冶屋で鍵買うとか言ってたよ。ああ、5000足りへんな。あの鍵買うとか言ってた今。あ、そうだ、ちょっと制限もうない。使ったら、あ、また新しく取ったか。あ、取ったやろ。取りましたね。俺たちがどんだけ苦労しようと思ってんねん。それで、ここから行ったら祭壇上行っちゃった感じ。こっちからの方が遠い？何回も撮ってるから覚えてるんじゃない。つまりこっちからの方が遠いってこと？だってそうやな、あそこはさ、あれや、レイピアとか持ってたら持ったところあれや、あそこやねんからものすごく遠回りしてるんだよね。そっから行ったらこっちからや。だってあの仮想やんか、仮想やったらここの扉あるやん、そのすぐに。あそこから出てきたらめっちゃ早かった。ナビゲーションするよ。だって大ちゃん覚えてる道。こうやってさ、右回りでめっちゃ遠回りしたみたいなことになって。もうここら辺で息地獄やな。こんな足りんな。最初こいつらにどんだけ悩まされたことか。おいおい。
長い。上から行ったら余計遠くない？城のとこから一気になんか地下ちゃうわ、地下墓地っていうのがあったり、あ、地下墓地行くんじゃないでしょ。あ、ちゃん、あの鍛冶屋のおっさんのところも一回向かおうと、うん、左どこ行く？鍛冶屋のおっさんとりあえずマジの名前マジの名前カジヤどうすんところやってちゃんと分かるよ、それだけで俺たち二人はそれだけで通じんねんやめてなんでお前だけ通じんねん初心者やカジヤのおっさんところって言うとあそこしかないやろ、それくらい分かるよ。まあ分かるよ、あの、あれやろ、火の玉買ったとこやろ。あ、それはちげえだろ。違うんかカジヤじゃねえじゃんけ、しかもあいつは魔術師や、多分呪術師やろがあいつ。カジヤのおっさんやん、大丈夫なあ、うん、カジヤのおっさん言うと分かるよな、うん、ほら行ってみ、カジヤのおっさん、なんとなく分かった。めっちゃ序盤におったとこちゃん。あ、そう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 、一番最初におったとこ、なんかあれやろ、なんかなんや、みんなやつと戦ったとこや。そう、今もその言葉聞いた全部使ったっつっていいえや俺さんでそんな言われ方知らなあかんねんと思ってたいや使ったわとか言ってないや、使ったっていやもう使ってないよとか言ってたやあの抱きつきの方かと思って。ああ、あれじゃ、あれめんどくさいもんな。どっちか分からへん今の。あ、そうか、ここで倒せるんだもん、なんか寂しいな。4000円でどっちも買える。